はい、漬物シリーズ行きたいと思います。はい、うん、ただ、うん、まあ、ただ、はい、素人やから、はいはいはい、取ったことはできひんやんか、うん、とりあえずで、白菜がめっちゃ安かったから、はい、亀岡さんの白菜な、はい、160円。白菜西別院、はい、漬物にしていきましょう。今回漬物にしていくと、うん、ただこれ重さが分からへんな。重さが分からんと、はい、塩の量がな。あ、そういうもんなんですね。そういうもんね。おお、なんかでも、はい、赤ちゃんみたいな。1キロは超えてるわ、半分でも。はあ、な、はい、そうやし、あ、その重さによって塩の量が変わるんですね。重さの、はい、何パーセントかって、7% とかかな。うんうんうん、 100g 弱ぐらいでいいか。はい、ね、洗わんでいいかな、これ。いや、洗いましょう。洗わんでていや、まあ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 ね、主に食べるのは原田さんですから、まあ大丈夫ですけどな。で、これ塩な、70g でしょ。前回のは、うん、辛かったんでしたっけ。辛かった。塩が多かった。多かった。ほんで家でな、はい、塩抜きしてんか1時間ぐらい。はい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 、めっちゃうまかった。あ、そういうのを、うん、取らないんですよね。こんなことみんな知ってんのちゃう。え、知らんの実際は。うーん、俺らだけが知らんのじゃないの。どうですかね。みんな知ってん。でも前回のな、はい、つけすぎたのもあんねん。あ、確かにちょっと1日でんのに5日ぐらいつけてたよちょっと長めにね。長めに置いてましたもんね、うん、忘れてた。今度は忘れんとこ。はい、な、1日でいけると。1日2日でいけんちゃう。あの、水が上がってきたらええみたいなこと言うはったな、ばあちゃんが。ほう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 。で、つけていくと。で、はい、牛と牛。あれ、え、壊さないでくださいよ。ああ、ばあちゃん怒られるもんな、壊したらこんな感じだね。はい、で、1日2日経った時にどうなるか。つけていくと。あ、ごめん。え、なんすか、なんすか。忘れた。なんですか。昆布とか入れよう。あー、はい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 。入れましょう入れましょう、そらな。はい、え、洗った方がいいこれ。いや、いけますいけます。はい、僕食べないんで。食べるし家持って行ったし正月できたー言うて。そうですよ、もうつけてる間にね。うん、まあ、きれいやろ、お前。あらま、あらま。昆布の量とか、わしらが適当に持ってきた。家からちょろまかしてきた、これ。大体辛めが好き。いや、そんなにほんのり辛いぐらいがいいです。よっしゃ、じゃあ、はい。え、原さん、どれぐらいが好きなんですか。辛めが好き、いっぱい入れようか。あ、はい、あ、僕の意見何やったんですか。なんとなく聞いた。はいはいはい、はい、で、ね、つけていくと。つけていこう。はいはい、バキッと言ってね。バキッといったら、また新しい皮が壊れる。うん、な、よし、はい、できました。で、これでまたつけていくと。つけていこう。はい、おしまいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。